バスなの？鉄道なの？巨大なミニ四駆かよ。不思議な乗り物、ガイドウェイバス、ユトリートラインに乗ってきました。なんかね、ミニ四駆みたいな走り方をするバスなんですよ。名古屋市内の大曽根からですね、大曽根っていうのはまあ交通の要衝ですよね。JR が駅があって、地下鉄の駅があって、このユトリートラインの駅があるっていう、そういう感じなんですけどね。そこから守山区の、小畑緑地駅までですね、ある意味で鉄道として走行する不思議なバス。この小畑緑地駅から先、竜泉寺、そしてね、名古屋市街の、春日井市の構造寺方面で、そこからはね、バスとして公道を普通に走っています。そこ走ってるの見たらただのバスですけどね。専用レーン走行時もね、これは第一形態として説明しますと、高架上の専用レーンを走るときにはですね、4本のタイヤの横に、ローラー、これをね突き出して、専用軌道の、サイドのレールをガイドにして走行するんですね。そういう意味ではね、鉄道とも言えるんだと思います。普通の鉄道と違うのは、レールの上を走るのではなく、サイドのレールをガイドにして、駆動輪はタイヤというところなんですね。この形なんかね、ミニ四駆に似てますよね。このローラーをね、ガイドにして駆動はタイヤでしてね、そのレーンの中を走っていくっていうのはね、私は巨大なミニ四駆かよと思いましたけどね。このサイドのローラー、専用レーン走行時にはね突き出していますけども、公道に降りるとここでね第二形態に変身するんですね。ローラーが格納されて普通のバスになるんですけどね、まあ、変身つってもただのバスになっちゃうということですよね。で、この専用レーン走行時の乗り心地はというと、バスなんですけど、なんかやっぱり、ね、鉄道っぽい感じがしますね。不思議な乗り心地でした。なんかやっぱり鉄道のガタンゴトンガタンゴトンみたいな感じ、これはやっぱりレールが、そのローラーと接触している感じがちょっと鉄道っぽい感じがするんじゃないかなと思うんですけど、高架の上を走る、専用軌道を走ってますね。渋滞もなく、これ踏切もないですね。とても快適なバスですね。その、バスとして、鉄道として走ってる間はですね。で、名古屋市内の高架の上走ってますんで、すぐ横にね名古屋ドームが見えたりとかね、景色もなかなか良いんですよ。守山のね、本社のようなんですけども、この専用軌道の終点でもあるわけなんですけど、小畑緑地駅ですね。で、ここを、降りて、何食わぬ顔でですね、普通のバスに変身して、この先は本当に公道をバスとして普通に走るんです。面白いでしょ。名古屋もね、こういう変な乗り物あるんですよ。名古屋が誇る変な乗り物、ガイドウェイバス、ユトリートラインを紹介させていただきました。全国のね鉄道ファンの方、またねバスマニアの方もね、この名古屋の不思議な鉄道バスハイブリッド乗り物、ガイドウェイバスユトリートライン、一度乗りに来て見ていただいたらどうですかね。名古屋にはですね、名古屋城以外にこれといった名所が少ないと言われるんですけども、なかなかねこんな、バスと鉄道が融合した、ユトリートライン、全国になかなかないんじゃないですか。名古屋旅行に来ていただく目的になるんじゃないですか、ね。まあ、ついでにですね、まあ、最近何かと話題の名古屋飯、ひつまぶしとかね、手羽先とかね、美味しい名古屋飯も堪能いただいたらどうかなと思います、ね。名古屋在住の YouTuber 村上無線、名古屋は栄誉やっとかめ、一度遊びに来てちょうだいなもという名古屋自慢のお話をさせていただきました。まあ、私も実はですね、このユトリートラインって、名古屋に長いこと住んでますけど、乗ったのが初めてですね。なんていうか、意外とそんなに有名じゃないかもしれないですね。乗ってる人は普通に、なんていうのかな、公共交通機関として利用されている。で、これはかなりね、乗ってる人も多かったですね。なんていうのかな、ただ名物としてあるというよりは、生活、に必需品としての公共交通機関として十分機能している、名古屋ユトリートライン、なかなか面白い乗り物でしたね。名古屋はね、
実はねあれなんですよね、リニアもね走ってたりするんですよ、名古屋市内からね、日本で唯一ですよね、本当に、地上からね浮いて走ってる、リニアの地下鉄なんかもあったりするんですけど、まあそれも意外とねなんていうのかな、注目度があるのかないのかわからないですけどね、世界的にもリニアの営業運転してるとこってそんなないはずなんですよね。中国、日本、ドイツもあるのかな、まあ、そんなですね、意外と名古屋ってやっぱりねなんかさすが産業の街、名古屋すごいなっていう感じもしなくもないんですが、はい、本日はご視聴ありがとうございました。ね、このちょっと動画もうちょっと面白いんじゃないと思ったらチャンネル登録などしていただけるととても嬉しいです。ありがとうございました。